オリジナルのテスト画像を備えた古いサイスポケットステレオスコープ一般的な U&U ステレオスコープステレオスコープはある光景の左目と右目それぞれからの見え方を再現する画像ペアを単一の三次元画像として見るための装置である一般的なステレオスコープはそれを通して見る画像をより大きくかつ遠くに見せさらに通常はその見かけの水平位置も移動させる レンズを各目に提供する。これにより通常の両目奥行き近くを持つ人からは2枚の画像の円が一つのステレオ窓に融合して見えるようになる。現在の観光では対象物がこの仮想の窓を越えて見えるように画像が作成され物体が飛び出して見えることもある。通常仕切りや視界を制限する機能を備え一方の目が 他方の目用の画像に目移りすることを防ぐ。多くの人は練習次第でステレオスコープを使用せずに立体画像ペアを三次元画像として見ることができるようになる。しかし不自然な眼球の服装と焦点調節の組み合わせによって得られる奥行き手がかりは現実で立体を見る場合とは異なるため自然な視覚を正確に模倣することは不可能であり。 眼性疲労や疲れを起こす傾向がある。ステレオスコープという単語は、1850年代から1930年代にかけて家庭用娯楽として数回ブームになった標準フォーマットのステレオカード用ビューアーを指すことが多い。また、リアリストサイズの 3D スライドビューアーやビューマスターなどの最近の装置もステレオスコープである。離れた2枚の画像ではなく、 重なった2枚の画像を見るために使用される変更方式やアナグリフ方式、シャッター方式メガネなどの装置はステレオスコープとしては分類されない。ホイートストーンのミラーステレオスコープブリュースターのステレオスコープ反射鏡及び屈折プリズムを備えた最初のステレオスコープは1832年にチャールズ・ホイートストーンによって発明され、 彼の下で働いていたロバート・マレーにより制作された。1833年に生理学者、ハーバート・メイが自身の著書、アウトラインズ・オブ・ヒューマン・フィジオロジーにおいて、ホイート・ストーンの発明に触れ、ステレオスコープについての論文を発表しようとしていると記述しているが、実際に発表が行われたのは1838年6月21日だった。ホイート・ストンは、 使用者の目に対し45度の角度で配置され、角速方に置かれた絵をそれぞれ反射する2枚の鏡を備えるミラーステレオスコープを使い、両目奥行き近くの重要性を示した。同じ物体に対する左目と右目それぞれからの見え方を模した2枚の絵を、角、目がそれぞれに対応した絵のみを見るようにしつつ、見かけ上は同じ位置にあるように配置すると、 脳は2枚の絵を融合させ単一の三次元物体として知覚する。発表当時は最初の実用的写真撮影法が登場するよりも前であったため手書きの絵が使用された。ミラーステレオスコープは必要に応じて非常に大きな画像を使用できるという利点を有している。ブルースターのステレオスコープしばしば誤解されてきたがデイビッド・ブルュースター自身がステレオスコープを 発明したわけではない。ホイートストンのライバルであったブルースターは、ステレオスコープの発明者は、エディンバラの数学の教師であるジェームズ・エリオットであるとした。ブルースターによると、エリオットは1823年にアイデアを考案し、1839年には、風景を描いたスライドを見るための、長さ18インチ、幅7インチ、高さ4インチの木箱で構成される。 レンズや鏡の持たないシンプルなステレオスコープを製作した。ブルースター自身による貢献は1849年に小型で手で持つことができるレンズ式ステレオスコープを発明したことである。これはブルースターステレオスコープとして知られるようになり、1851年の万国博覧会で展示された際にはビクトリア女王に大いに称賛された。 ブルースターは彼の発明を取り扱える機器メーカーを英国で見つけることができなかったためフランスのジュール・デュボスクに製造を依頼した。デュボスクはステレオスコープ及び立体ダゲレオタイプを製造し、また万国博覧会で展示されたビクトリア女王の有名な写真も作成した。3D 産業は柴叩く間に発展し、短期間のうちに25万台のステレオスコープが製造され、 多数のステレオビュー、ステレオカード、ステレオペア、またはステレオグラフが販売された。3D 画像への需要に応えるため、ステレオグラファーたちが新しいメディア用の撮影のために世界中に派遣された。19世紀のステレオスコープで最も人気があった、ホームズステレオスコープ1861年、オリバー・ウェンデル・ホームズは手持ちで簡素化されたより、 安価な機器を作成した。特許は意図的に取得されなかった。このステレオスコープは2つのプリズムレンズとステレオカードを保持するための木製スタンドで構成される。このタイプのステレオスコープは1世紀にわたって生産され続け、現在でも限定生産で製造を行っている企業がある。20世紀半ば、画像ペアを含む回転する厚紙円盤を備えた。 ビューマスターが、初めはバーチャルツーリズムとして、その後は玩具として人気になった。2010年に、米ハスブロ社が iPhone、または iPod Touch を保持するように設計されたステレオスコープ My3D の製造を開始した。2014年、Google が Google カードボードと呼ばれるペーパークラフトのステレオスコープの設計図を公開した。Google カードボードは、 ステレオカードの代わりに回転を感知し本格的なバーチャルリアリティ端末としての使用を可能にするモバイルアプリを使用する。しかし基本となる技術は初期のステレオスコープと同じである。美術写真家やグラフィックアーティストの中にはステレオスコープを使用して鑑賞する独自の作品制作を続けている人々もいる。ステレオスコープのステレオカード。 シンプルなステレオスコープでは使用できる画像のサイズに制限がある。一方、より複雑なステレオスコープでは1単位の水平の潜望鏡のような装置を使用するため、より広範囲かつ詳細な大きな画像を使用することができる。ステレオスコープは同じ対象物をわずかに異なる角度から撮影した2枚の写真を左右の目からそれぞれ同時に見えるようにする装置である。 これは自然な人間の視覚を再現している。左右の目は数センチメートルの間隔があるためにわずかに異なる角度で対象物を見ており、それにより人間の自然な奥行き近くが可能になっている。各写真は異なるレンズで焦点を合わされており、数センチメートル間隔をあけて撮影し同じ点に焦点を合わせた写真を描く目から見ることで、 物体の自然な立体子を再現する。動画向けのステレオスコープは動画を形成する一連のステレオカードが取り付けられたホイールを含む垂直に取り付けられた大きな円筒を備える。カードはゲート部において固定されカードを曲げるのに十分な力がかかるとカードはゲート部を通過して視界窓に滑り込み前の画像を隠す。こうしたステレオスコープは コイン挿入式装置として19世紀後半から20世紀初頭にかけてアーケードに設置され手動ハンドルで操作された。現在でもアーケードを専門とする美術館で鑑賞を及び体験することができる。ステレオスコープには以下のような利点がある。ビューマスターなどのステレオ透明写真ビューアーも同様の利点を有している。ステレオカードやスライド、 その他のハードコピーやプリントの欠点は2枚の画像がそれぞれ異なる摩耗や傷、劣化を受ける可能性があることである。これにより立体詞にノイズが発生し 3D 効果を妨害したり眼性疲労や頭痛を引き起こしたりする。ありがとうございます。